おお、トースターらしいトースターが出てきましたね。かわいい。 0.2 秒がヒントです。 0.2 秒。パンを入れて1から7まである焼き色調節もみを使って設定します。え、すぐ明るくなりましたね。 0.2 秒で発熱するんです。普通じわって温かくなりますよね。一瞬で発熱することで、はい、外側をカリッとさせ中の水分が逃げるのを防いでるんです。これが 0.2 秒ってことですね。ガラス窓から見える温かい光がいいですね。続けて焼いたら普通焼き色が濃くなってきつくなってくるんですけれども、はい、続けて焼いても同じようなこう焼き色になる調節をしています。すごい高性能ですね。そうですね。うーん、いいですね。もう美味しい。カリカリですね。水分が全然逃げてない。冷凍トーストやベーグル、パンの温め直し、そういったものもあります。いやいいですね。では家電を、こちらの商品名を教えてください。ガラス窓やパンクストレーは取り外すことができてお手入れも簡単なんです。お手入れ目線でもプロダクトデザインが行き届いてますね。このトースターの魅力は見た目だけじゃないんですね。でも商品名は教えてもらえませんでした。